Rally's。 皆さんこんばんは、ラリーズ編集部の山下です。今回は2022年4月に大阪の藤井寺駅駅前にできた旧卓球塾に潜入しました。旧卓球塾は過去には水谷隼さんのプライベートコーチを務め、2022年1月には加藤美優選手を初の全日本ベスト4に導いた名将邱建新さんが開いた卓球場です。今回は田添響選手と江藤圭選手が練習しているとのことで、練習の様子や邱さんの指導の様子を取材させていただきました。まずは邱さんと田添選手にお話を伺いました。大阪今アカデミーは上司しかない、日本戦のミキハウスダンスはないから、大阪卓球来る人人気いっぱいある。全日本最後の全部私大阪全日本優勝から、だから大阪は私好き。相性がいいってことですね。どういう人を対象とか、一番は若いの選手、毎日練習3時4時が来る強いと、昔私教えてる選手来る、まあ欲しい。田添選手は多分いつもここ練習と試合行く。僕は練習拠点がないんで、邱さんが声かけてくれて、なんで基本的に多分ここになるんですけど、時々小さい子とかと相手とかもできたらいいなと僕は思ってます。なんでここなんですか、田添選手は。木下2年、そのドイツいる時はずっと邱さん見てもらって、その時ずっと成績良かったんですよ。全日本も2回なんか入れたし。だけど、まあ、全然勝てないんで、多分僕も卓球やるのもあと3、4年とかになるので、勝てないから、邱さんが連絡来て、俺が見たら勝てるからっていうのがあって、続いては、邱さんの見守る中行われた、田添選手と江藤選手の練習を見ていきたいと思います。難しいことです。すぐ球が多かったら、なかなかチャンスです。落ちたら、自分マップさん。強いボールを打てるとで、試合になるとやっぱストレートに打つとクロスに返ってきやすいので、なんでその自分の得意なバック側に置くボールを集めるっていう意味も入った練習です。最後のアドバイスはどういうことだったんですか。最後ですか、きつい練習。あ、そうですね、前ドイツにいた時とか、その後木下いた時とかもほぼ毎日こういう練習をやってたんですけど、ここ2年とかはもちろんやってるんですけど、質の高い練習だったりとか、見る人がいないとなると、僕自身自分に甘いので、楽をする部分というか、というのがそのまま結果に出てるので、邱さんが見てくれることによって、一本一本質の高いボール打つだったりとか、そういう、やっぱ疲れ方も変わるっていう、あれですね、はい。ありがとうございます。強くなりそうですか。センスある。両方サイド、大きな問題ない。あと、スペーシャルバックも強い。でも最近2年は多分練習少ない。あといつも練習の場所ない。例えば今日こっち、明日そこ練習相手自分探す。だからちょっと難しい。でももしちゃんとに毎日3、4時間練習、いい練習、多分まだはない。大丈夫です。Thank you.
回ダメ、そのまま打つ、そのままパワーを伝えて、ピーだけ、そうそう、ダメです。スレッドと球が27センチ短い。例えばクロスを打つ、ここ入る、この時スレッド全然27センチ短い。バーン、ここ打つ、入る、ここダッと止まる、ここ、うん、ここの指導とかどうでした？自分でも意識してないところを言ってくれるんで、絶対気づかないようなことを言ってもらえて、まあ、それで確かに良くなったっていうのは自分でも分かるし、すごい質の高い練習をさせてもらえてるのかなと。こっち行けば、ここ全部終わる。でも今私感じるシェイトに、ここたまにパッ、そうですね。今のはさっきのバックバンドですか？これはバックタイムバックでこっちが有利だとミドル突かれることが多くなるので、そこの練習、ちゃんとバックを強く連続で打つ練習です。やっぱ負荷が全然違うんですか、今までとは？さっきのバックもそうなんですけど、ずっとやってたのは早いタイミングで打つっていうのがあったんですけど、それだと自分の口調なくなるので、うん、もうちょっと距離を取って一本一本強く打つっていう指導だったので、どちらかというと相手のボールを利用して打つっていう感じなので、それだとやっぱタイミングがないんですけどパワーは出ないので、自分の力でのことを打つっていう感じです。ありがとうございます。レシーブ、最初はレシーブ、今度は1番のチキータ、2番目もし難しいストーン、3番目ストーン難しい、ラベンでも、あなたたちあまり、あまり超仕組みのストーン、2番、3番です。完全だけ、だいぶサービスが高い、ちょっと短い、じゃあチキータだ。でも2人全部最初から決める、手前でサーブ終わりでもダメです。で最初一回確認相手のサーブと練習と違います。どういう場合に行ったら、負荷高そうな偉大な人で、こういう緊張感がある練習もいつぶりかな、何年ぶりかっていうぐらい久しぶりに緊張感ある練習して、質も高いし、僕はもう年齢も年齢なんで、これからね、中学生とか高校生、まだまだ伸び盛りの人が来たら、こんないい環境はないんじゃないかなって思います。質の高い、負荷の大きい練習、はい、で今1時間ぐらいですかだったんですけど、マンツーマンみたいな感じで見てもらって練習やるのと、もう自分たちでやるのだと全然違うなっていうのと、今日は結構いろんなことを指導してもらったんですけど、普段は多くはあんまり言わないんですよね。ワンポイント、大事なポイント、ポイントなので、ここが分かりやすく、まあ、意識するところも分かりやすくできるんで、今日は多分久しぶりに指導してもらったので言うところがいっぱいあったと思うんですけど、ある程度上の方に行くと、たくさんのことをやる、本当ポイントポイントで言うような指導が多くなると思うので、それに合った分かりやすく、今後はおそらくここでやるようになると思うんですけど、頑張ります。ここを拠点にする人が増えてくれれば、僕も練習に行って、あ、なるほど、ぜひお願いします。ヒューケンシンさん、田添選手、江藤選手、取材ご協力ありがとうございました。
間近でトップ選手の練習と名コーチの指導を取材することができ、非常に贅沢な時間でした。旧卓球塾については概要欄にホームページのリンクを貼っておくので、詳しくはそちらからチェックしてみてください。現在ラリーズではオリジナルグッズを販売しているラリーズストアも運営しているので、こちらもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。松平健太さんがティバー入ったのはどうですか？このまま知らなかったびっくり、ユンとこの座を奪われない健太さんのポジションとか路線があるの、僕ちょっと違う方でも行こうかな被らないように自信ある。 Rallies